体操競技に貢献してきた選手の引退セレモニーを行います。今回引退セレモニーを行う選手は2013年ベルギーアントワープで行われた世界選手権種目別あん馬で金メダルを獲得、2014年中国南寧で行われた世界選手権では団体銀メダル獲得に貢献、昨年行われた東京オリンピックでは種目別あん馬で5位入賞を果たしたあん馬のスペシャリスト亀山耕平選手です。亀山選手の長きにわたる選手生活に敬意を込め、公益財団法人日本体操協会会長藤田忠より花束を贈呈いたします。藤田会長、よろしくお願いいたします。特集会体操クラブの亀山耕平です。本日は、貴重なご機会いただきましてありがとうございます。本日をもちまして私亀山耕平は現役を引退いたします。本当に多くの、方々と出会い、多くの方々にご指導いただいて、もう私の体操人生は人に引っ張り上げられた、競技人生だったかなと思います。少し思い返してみますと、小学校5年生の時には一度体操をやめました。私の恩師である仙台スピン体操クラブの横山先生に、もう友達と遊びたいからやめます、伝えてやめたんです。その後に先生1ヶ月後に自宅まで会いに来てくださって、公平やめるな、お前には才能がある、オリンピック行けるかもしれないと言ってくださいました。その後、まあ、日本体育大学へ仙台から新幹線と電車を乗り継いで二人旅で体操見学連れてっていただきました。あの時の先生の選択がなければ私はまず間違いなくここにいません。もう先生には本当に感謝しております。またリオオリンピックの時もそうです。私落選してしまって、ああやっと体操やめられると思って、米田さんに、あの特集会監督の米田さんに相談しに行ったんです。そしたら米田さんは、亀やめたまんかもったいないやろ、亀だったらいけるやろと言ってくださいました。まあ、そうやって引き止めていただいたおかげで私はオリンピックという素晴らしい舞台まで、連れて行っていただくことができました。あの時に多分引き止めていただかなければ、私は、まあ、将来的に挑戦しなかった自分に後悔していたと思います。まあいつもそうなんですよね。いつも人が私を引っ張り上げていただいたんです。本当に感謝してもしきれないぐらい感謝しております。まあ、ただ一番感謝したいのは両親ですね。やっぱり本当に多分今日どこか来てると思うんですけど、まあ、強い体に産んでくれてありがとうございます。最近涙もろくて、まあ父ちゃん母ちゃんが言ってくれたおかげでここまで体操できました。ありがとうございます。まああとはファンの
皆さんもですね、本当に私の体操人生は超長くて30年間体操しました。まあ、そんな中で応援していただいた皆様、本当にありがとうございます。まあ、応援は本当に自分の力になりました。まあ、今日も選手たちみんな力いっぱい演技すると思いますので、本日も変わらぬご声援よろしくお願いします。最後になりましたが、長い間温かいご支援ご声援、本当に本当にありがとうございました。亀山選手、ありがとうございました。では、ここでフォトセッションをさせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして引退セレモニーを終了させていただきます。亀山選手の今後の活躍を願い、今一度大きな